ンズホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。こんにちは、寺田由紀です。今週もメールマガジン堀江貴文のブログでは言えない話から皆様からいただいた Q&A コーナーの質問をいくつかピックアップして堀江さんに答えていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日の質問です。以前カードゲームの大会で実績を残して有料メルマガはいけるかどうか質問したものです。その時の回答で EC サイトもやった方がいいとのことでしたので、海外のカードゲームサプライ、デッキケースやプレイマットなどを輸入して販売する通販サイトをベースで立ち上げようかと思いました。海外のサプライである程度儲けるのはヤフオクでの転売を見ていけると判断しました。しかし海外のものを買う方法は私は北米アマゾンしか知りません。なので質問なのですが、何かこういう事業に向いた輸入方法がありますかという質問です。はい、はい、今日も、この質問に答えできます。紹介だなと思って、紹介です。あ、はい、またやったー、まあ、お邪魔します。ありがとうございます。本当にもういいですよ。大丈夫ですかね、皆さん見飽きてないですかね。大丈夫です。多分初めて見る人もいるからちょっとなんかやってみてスルースキルズ。はい、みんなのストレスいただきます。スルースキルズです。よろしくお願いします。イエイ。みんなバカンとしてるけど大丈夫ですか。大丈夫ですかね。大丈夫ですか。まあ大丈夫ですね。はい、ストレスを、現代社会のストレスを、はい、罵っていいアイドルらしいですよ。罵っていいアイドル、罵ってっていう歌もありますから ね、 ね、はい、あれね、頭に残ってちょっとあれなんだよ。困る、頭の中ぐるぐる回るんだ、あの歌が。罵りたくなります。ツイッターチャッ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 みたいな歌があるんですよ。ちょっと聞いてみたいな。後でぜひ検索してください。はい、というわけで、はい、今週も、質問に答えていきます。はい、で私はメールマガジンではこう答えました。はい、eBay とかもありますよ。うん、他にもたくさん通販サイトはあるし、うん、スマホ向けのサイトとかもあるんじゃないかな。うん、Google を活用して検索しまくりましょう、こうというふうに答えました。うん、もちろん Amazon だけじゃなくて通販サイトは世界中いっぱいあります。うん、まあ、eBay というのは世界最大のオークションサイトですね。へえ、知らねえのか君とか。知らないです。ヤフオクみたいなもんよ。日本ではヤフオクが一番だけど、アメリカとか、まあ、世界では eBay が一番なんですよ。あ、そうなんですね。はい、eBay 日本に何回か来てんだけど、うん、毎回ダメになって、なんかヤフオクに勝てないんだ。そうなんですね。で撤退しちゃったりとかするんだけど、まあ、北米ではやっぱり eBay は当たり前だよね。eBay 使ってないとちょっとおかしいよね。あ、そうなんですね。検索力が足りないですね、もう。へとか、まあ、例えば最近は日本でもスマートフォン向けのメルカリとか、うん、なんだっけ、フリマのアプリ、他にもあるよね。フリルとか、うん、そういうのが流行ってますよね。はいはい、そういうの多分海外にもあると思うんで、うん、そういうのも検索したら出てくると思いますから、うん、そういうのをやつをこう、まあ、検索したりとか、まずは Google 先輩に、うん、とか、例えばそのゲームサプライって、これ多分そのポーカーとかそういうのをやるためのグッズで、日本に売ってないやつを多分輸入したいと思ってるんだと思うんですけど、なるほど。そういうの別に普通に個人商店で、ここだとペイパルっていうの結構メジャーなわけよ、決済システムで。ペイパルは知ってるよ。はい、ペイパルは知らないか。知ってます。何ですか、ペイパルって。知らないです。ペーパーです。違う、ペーパー、ペーパー、はい、違った。ペイパル何ですか。私クレジットで決算できなかったんです。はい、でもペイパル、で実際審査が通らなかった。はい、登録難しいんですよ。クレジットで海外のものを買えるサイトなんですけど、まあ、サイトっていうかサービスね。サービス、だから例えばそのベースなんか、あれベースってまだペイパル使ってるんだっけ。ペイパルです。そうそう、ベースの決済のベースはペイパルなの。へえ、そうなんだ。そうそうそう、だからペイパルの決済って、もう要はカード決済したらペイパルでできるのよ。うん、だからそのネットで店舗を開いた会社はもうアメリカなんかカード社会だから、ペイパル入れとけば、うん、
大体物って買えるから、うん、もう現金とかあんま使わないから、銀行振り込みとか現金とかメジャーじゃないから、アメリカはもう全部カードだから、だからペイパルを使った店舗っていっぱいあるから、こういうだから個人店舗でもう Google とかで検索してそういうのは出てくると思います、いっぱい。なるほど。日本とまたちょっと状況が違うんですよ。日本だとこれ楽天とかに集中しちゃってるじゃないですか。確かにそうじゃないので、アメリカ分散してる。いやいや、まあもちろんだから Amazon のマーケットプレイスとか eBay とかに結構入ってるんだけど、まあ、それ以外の個人店舗もあのペーパルが普及してるんで結構多いと思いますよ。なるほど。ということでそういうところで、はい、探してください。はい、今週の質問、今回の質問は以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。メルマガの登録はこちらで、はい、YouTube チャンネルもお願いね。めっちゃいいです。